はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミッシュです。今回は信長の野望創造戦国理史伝の続きをやっていきましょう。まあ、いよいよ2章5章こちらの攻略に成功したので、この先はですね、さらに中国地方方面への攻略に、取り組んでいきたいなというふうに思っています。で、まあ、戦力はですね、まあ、例によって全国からまた大動員令を出していますので、主に中国地方を中心に、あとはまあ大阪近辺ですね、今川の城を駆逐しながらさらに精進を続けるという体制でプレーをしていきたいと思います。では早速続きをやっていきましょう。まあ、有岡城ぐらいまではサクッと取ってですね、石山御坊とか大阪近辺ですね、この辺りを一気に支配下に収めていくという戦略になります。で、今各各の城には人がまだ入っていないところがあるので、城に人が入ってきたらさらに戦力の増強をしていこうかなというところですね。おお、謙信がついに死んだか。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。そしたらちょっと一部スタックする部隊がまた出てきてしまうかなというところなので、ちょっとこちらは部隊を迂回させつつ有岡城を目指しましょう。お任せください。で、寄り気をつけたので、まあ、ちょっと城に人が入ってないところは追加で人が入るでしょうというところですね。もみのところもちょっとスタックしちゃってるのか。そうするとちょっと先に八神城を攻める部隊を用意した方が良さそうですね。かしこまりました。うん、吉本もついに死んだか。瀬名氏俊が後を継いだの。氏真じゃないんだね。もうもはや今川家ではなくなってしまいましたけど、まあここはまあよしとしましょう。お味方が討ち死にしました。お助けいたします。かしこまりました。お味方が捕らえられました。包囲せよ。それなりにやっぱりちょっと苦戦をしているところがありますね。なので有岡城攻略の方はさらに迂回させて、有岡城で敵を包囲殲滅しましょう。で、高谷城もこのまま取りたいですよね。で、やっぱりちょっとこの辺りが少しスタックしているので、承知いたしました。ここのスタックも解除していきましょう。このまま兵糧を無駄に使うのはもったいないので、よし、有岡城は落としたので、高谷城、石山御坊、まあ、この辺りも県内かなというところですね。もうすぐ。承知いたしました。岸和田城を落としましたね。この辺りはだいぶ力攻めにした感じがあるので、
そしたら雑賀城攻めの部隊を出していきましょう。で、豪商には決戦兵力として、今武田勝頼隊はじめ九戸正実隊8300、合わせて1万5000がいるので、これをどっかのタイミングで投入してもいいですね。私にお任せあれ。伊賀上野からもどうだろう、洲本城にも兵を出していきますか。我が策で勝利をつかみます。敵将捕らえました。播磨方面に進出する足がかりとして有岡城を落としてあるので、有岡城から攻撃隊を出していきましょう。で、これは少し迂回をさせて換気城を一気に狙います。で、弓木城を攻略した部隊をはじめ、これを翡翠城へ、で武部山に控えている小十郎を一路姫路へ向けましょう。で、黒井城を攻略した部隊も一気に姫路を狙います。で、五着換気三木城淡路、この辺りを一気に攻め落としましょうか。石山御坊、武田、高谷城をはじめいくつか城を落としてますね。これで今日ここまで城の数でいうとどうでしょう、5つぐらいの城は落としたんじゃないかな。そうするとですね、ここまで整理しておくと、高谷城、岸和田城、石山御坊に有岡、さらに揉み以上はまだ落ちてないですね。弓木、さらに武田、ここまでで、あと黒以上も落としてますね。ここまでですでに7つの城を奪ってますんで、さらに城を取っていきましょう。で、岸和田にいる北隊は一路洲本城に都会していきましょう。石山御坊を攻めた部隊もまだまだ余裕があるので、これを換気城へ。門司城の方はまだ激戦中ですね。で、武田城を攻めた部隊、これが一路鳥取城へ向かいましょう。お任せください。で、安田城近辺に集結させている部隊、これが1万3000ですね。これを鳥取城の増援に回しましょう。ちょっと増援が到着する頃には決着がついてしまっている可能性もありますが、そこは状況を見ながら戦力の配備をまた考え直しましょうか。負ける気がしないな。出陣するぞ。負ける気がしないな。取り囲め。出陣するぞ。もみ城がちょっと戦力が足りてないですね。おお、大友宗麟も死んだか。そうなるともみ城に対して増援を出しましょうか。紋章が思ったより全然硬いんだな。信長が紋に向かってる。ならこれは信長に任せましょうか。で、災害も落ちるのは時間の問題ですね。承知いたしました。かしこまりました。で、雑賀城も落としました。これで今回8つ目、だいぶ城を落としましたね。さらに淡路城、洲本城の方はちょっと状況が良くないかな。都会するところで集中的に攻撃を受けているので、そこは包囲戦に持ち込まないと厳しいですかね。で、
どこの先行戦力が良くないかと、八神城も美城、この辺りがちょっとうまく進んでないかな、攻略が。そしたら、八神城には増援を出しましょう。かしこまりました。承知いたしました。戻ります。で、雑賀を落とした部隊は、そのままちょっと数が少なくなってますが、手取り城に向かいます。で、どうだ？ここいらで援軍の要請を出しておきましょうか。よし、これでもみ城を落としましたね。10個目の城の攻略になります。くつかけ城に5万900、この5万900を跳ね返せないといけないわけだな。靴掛けに出せる戦力は、まあ、それなりにあるので靴掛け城に、戦力を割きましょう。ただこの辺りはすでに最前線ではなくなっているのもあって、一部城主が入ってないところがありますね。あるいは出払っているとなると兵が足りないかもしれないな。出陣します。余裕を見せてるね、この辺りは。敵の方もそんなに余裕がある状態じゃないはずなんですけどね。こちらの方からだいぶ部隊を出してるので、ちょっとこれで様子を見ましょう。靴影城を落とされるっていうことは避けたいので、まあ、なんとか耐えてもらうしかないかな。で、淡路を攻めた部隊でそのまま三木城に向かいましょう。やれとするか。我が領内に松ヶ島に1万1700、松ヶ島に1万1700、2345しかいないと。なるほど、この戦力を支えなきゃいけないのか。松ヶ島がちょっと危ないですね。じゃあ松ヶ島には観音寺に集結させていた部隊の一部を割きましょう。あと戦力的に余裕があるところがあれば、そこから増援を出してあげたいけどな、靴掛け城には。ただ靴掛け城に増援は出せそうにないので、現有戦力で頑張ってもらいましょう。で、八神城が落ちましたというところですね。靴掛けが5万の部隊に包囲されるとちょっと持たない可能性があるので、要注意かなというところですね。で、重たい、この辺りが松ヶ島に向かっているので、まあ、ここでなんとか耐えてもらいましょう。観音寺の部隊はちょっと部隊を前進させて有岡城に駐屯させます。かしこまりました。はい、戻るぞ。四季山城にいる春山隊もこれをどうしようかな。雑賀城が危ないので雑賀に向かわせますか。信長隊含めて、信長は雑賀に向かってますね。お味方が捕獲されました。出るとするか。信長が押されてるな。さすがに敵の数が多いですね。2万以上の部隊に2000の部隊だと勝負にならないか。そうすると三木城の方は攻略が進んでるけど、ちょっと兵糧がないね。ここはもう力攻めで戻しにかかりましょう。兵糧がないので、進め。岡部元信もここまで来てるんだな。しまった。掴みます。これで決める。
さ敵の兵の数がもうすぐ300切るかというところですね。城門を破壊しました。かしこまりました。返しました。その首もらった。しまった。よし、これで敵の数をゼロにしたので、この三木城は奪取に成功です。姫路城ですね、姫路城の奪取に成功です。包囲されました。換気城はともかく、換気城がちょっと部隊数が足りないのか。ここの2人、南部、さらには結城はちょっと兵を一度淡路に入れましょう。で、靴掛け城が危ないんだよね。犬山城から増援を出します。で、松ヶ島は無事に防衛できたので、松ヶ島の部隊を洲本城に出しましょう。で、五所に集めている部隊、これも洲本城、四国攻略の足がかりにしていきたいですからね。で、門民を攻略した部隊を、これを方面的にはどうでしょう。翡翠城とかこっちの方面に当てていきますか。で、八神城攻略隊は室津を北から攻めましょう。かしこまりました。お味方が捕らえられました。城が取り囲まれました。この戦で三木城も取りましたね。で、西賀がちょっと危ないのかな。取られてしまう可能性があるので、西賀の救援に向かいましょう。西賀の救援がちょっと間に合わないかな。くつかけにさらに4万の増援か。西賀が奪われてしまったんだな。じゃあ西賀を取り返しにかかりましょう。承知いたしました。お任せください。で、ちょっと城がだいぶ取れてきているので、ここで一旦治療で与えていっちゃいましょう。今回だいぶ城が取れているんですが、まあ、ちょっとこの辺りはもうあまり細かい指示を出すフェーズではないので、信長に全部与えちゃいましょう。で、信長のところに与力をね、少し多めに出しておきましょう。仕掛けの方はどうなってるんだ。防衛はできそうな感じはあるけどな。ただ敵もどんどん増援が来てるので、我が方の城包囲されました。いや、くつかけの方はだいぶ兵が集まってますね、今川隊の方の兵が。で、ちょっとこの辺りで北条との交錯を再び再開しておきましょう。そろそろ切れてもおかしくない。残り3ヶ月ですよね。ちょっと遅かったぐらいだな。そうなると、ここは贈り物を送っておきましょう。今その北条とね、ことを構える利は全くないので、我が方の城包囲されました。我が方の
しろ。包囲されました。我が宝の城、包囲されました。靴掛けは大丈夫か。だいぶ敵の兵力が多くなってきてるので心配だけどな。大垣城に部隊が戻ってこないとちょっとこれ以上の増援が望めないですね。観音寺信長隊、これをちょっとそしたら靴掛けに回しますか。我が宝の城、包囲されました。我が宝の城、包囲されました。洲本城を取りましたね。お、鳥取城も取りましたということで、これで15個目の城ですね。まあ犀賀が取り返せれば15になるかな。で犀賀はちょっと数が足りてないか。そしたら増援を出しましょう。で洲本城を攻めた部隊はちょっと余裕がなさそうですが、もうこれは四国上陸作戦を決行していきましょう。これでなんとなんと17個目の城の攻略ですね。待て18個目だ。すごい勢いで攻めてるな。5着まで進みましたね。お任せください。承知いたしました。お任せください。最後は強行にして一気に城落としにかかりましょう。で兵糧がちょっと足りないと言い出しているので、ここは最後に増援を出して確実に最後を取りましょう。で靴掛けはなんとか守りきれましたね。出陣するぞ。加勢しよう。お味方が討ち死にしました。逃げるなら今のうちだ。我が戦お見せしましょう。負ける気がしないな。さあここで敵の方も第2のストッパー部隊というかね、元気な部隊が出てきてますね。1万を超える軍勢が出てきてますね。セラタ隊、亀井隊、これは赤松家かな、稲葉道都市2万。この辺りは少し手間取るかな。鳥取城を攻略した部隊もちょっと数は不足しているので、これは津山城をなんとか落としたいけど兵力的に足りないかもしれないですね。敵将捕獲したぞ。出陣します。
でついに四国に城を持ったので、四国攻めも本格化できそうかなというところですね。移動しましょう。一旦四国はこの勝橋城で、部隊を駐屯させましょう。正瑞城ですね。正瑞城で有岡飯盛山あたりに集結させている部隊を一路中国地方方面へ差し向けていきましょう。助立ちいたす。武蔵を捕獲したんだな。出陣するぞ。そしたらちょっとここは局地戦にはなりますが、どうしても勝ちたいので、戦力をうまく配備していきましょうか。出陣します。我が戦お見せしましょう。腕が鳴るぜ。お味方が討ち死にしました。ここは合戦で一気に勝負を決めに行きましょう。進め。数で言うと互角か。互角の兵数での城攻めこそ無駄なものはないので、ちょっとここは城攻めにかかる前に戦力を集中させることに集中しましょう。報告いたす。信長がだいぶでかくなっちゃったけど、そろそろもう一個ぐらい家を建ててもいいかもしれないな。よし、三井市場を取って、これでちょうど20個今回城を取ったことになりそうかな。正瑞城が危ないのか。うわ、正瑞城は全力で取り返しに来てますね。今川軍がこれにはちょっと舞台を当てていかないとまずいかなというところですね。はい、というところで時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。で今回はなんと20個の城を取ることに成功したので、だいぶ中国地方方面とあと、まあ大阪中心とした畿内一帯は完全に抑えきったかなというところですね。はい、では次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。